第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲福岡大空襲戦災記念日福岡大空襲は1945年6月19日から翌6月20日までアメリカ軍により行われた空襲福岡県福岡市の市街地を標的にしたこれにより1000人以上が死亡行方不明となったアメリカ軍の戦略爆撃の一環として計画 マリアナ諸島を出発した B-29 爆撃機の編隊239機は九州を北上して福岡上空に到達。福岡市には校舎第4師団博多区隊が駐屯し、校舎放六門で編成された中隊が市内各地に配置され、さらに独立小空第21大隊が4箇所に配置されていた。さらに中央区テルクニ糸島軍高祖山にも、 校舎法陣地があったという証言がある。敵機襲来と同時に校舎法陣地が応戦するも遊軍機の迎撃は一切なく、また九州兵器や博多港など市の北部と東部に防空機能を位置づけていた上、南九州の防空のために一部の校舎法部隊が転戦しており、さらに肝心の校舎法外高が低く命中しなかったため、 福岡市南部のセフリ山方面から侵入してきた爆撃隊には効果なく日本時間6月19日23時11分から焼夷弾投下が開始された。博多や天神を中心に爆撃が行われ、東西は五笠川から日川まで、南北は博多安海岸線から串田神社、大堀公園までの一帯が消失した。約2時間の空襲により、 福岡市の三分の一の家屋が理災。戦後の調査によれば、市内でもとりわけ奈良や、霊勢、大浜、大名、すのこの5工区の被害が激しく、死傷者の9割を占め、すのこ工区は2件を残して、すべての家屋が全焼するなど、あたり一帯は瓦礫ばかりの焼け野原と化した。そのような中において、1931年に建設された、 奈良屋小学校の鉄筋コンクリート製の一校舎は住民の消火活動もあって焼け残り翌朝から遺体安置所として遺体の身元確認が行われた避難所であった95銀行福岡支店の地下室は停電による扉の不作動で避難民が閉じ込められた上空襲の高熱で水道管が破裂熱湯を溶かした浄水が地下室に流れ込み62人が 熱死するという惨事も起きた。後日行われた遺体搬出作業には、当時佐世保省ウロミ平団輸送範囲であった村田秀夫も携わった。常述地域のほか役員、東秘都市、新龍町、平尾、六本松、田島、名野浜など多数の場所も被災。七熊の九州経済専門学校は、学生が勤労動員で休校状態だったが、図書館を 焼夷団が直撃、蔵書約3000冊もモともジ寺に返した。そのため、九州共戦は、戦後の新生大学昇格の条件に、図書館、蔵書1万冊があったため、蔵書の確保に学生までが奔走しなければならなかった。また、セフリ山の山裾に位置するワラ軍、糸島軍、畜紫軍の村々も爆撃された。これは、セフリ山の影を、 博多湾の海岸線と誤認したためであった。このうち糸島群来山村では30棟が全焼し、8人の死者を数えた。畜紫郡安徳村では、わずか3世帯しかない瀬戸地区が空襲され、うち1世帯の母屋と納屋が消失した。日本軍の施設のうち、福岡城市の西部軍司令部や不評台124、連帯の建築物に被害が出た。しかし、 同年5月に滑走路が完成していた、むしろだ飛行場には、被害はなく、終戦後の同年10月に、米軍いた月基地として接収されることとなった。空襲の翌日、西部軍司令部に収監されていた、連合国軍捕虜が報復処刑された。同様の処刑は、原子爆弾投下後の8月10日、終戦の8月15日頃にも行われた。戦災による人的被害のみならず、 各流の山笠台や八火等が消失したため、同年の博多祇園山笠は中止となった。終戦後の翌1946年5月25日には、第1回、奈良屋復興祭が開催され、ベニア板に太鼓、豊臣秀吉を描いた子供山笠が焼け野原を書き回ったが、山笠の本格的な再開は1948年までかかった。 福岡大空襲を慰霊して、霊勢公園には、戦災記念碑が1965年に建立され、毎年6月19日午前11時には、記念碑前で、福岡市戦災引上げ死没者追悼式が開催される。奈良屋小学校は東廃合で閉校し、焼け残った校舎も取り壊されたが、同じ敷地に開校した福岡市立、博多小学校には、 戦争資料を収集した平和記念室があり、入り口は、戦災で焼け焦げた旧、奈良屋小学校の壁や扉をそのまま用いている。かつて、博多区上川丹町にあって、現在西区今宿に移転した栄翔寺には、十五自由そして、十五に名をかけた、十五地像がある。福岡市各地にはその他、すのこ公園に、戦災慰霊碑があり、博多区を中心に、 複数の繊細地蔵菩薩が混流された。また、福岡市立小中学校の一部では6月19日に平和教育を行っている、両爆弾を1対1の割合で、1平方キロメートルあたり78トン、合計1358トンを、10日1945年6月19日1945年6月20日、ありがとうございます。